結婚を電撃発表したドジャース大谷翔平投手29が29日、日本時間3月1日、米アリゾナ州グレンデールの球団施設で結婚会見を行った。29日午前0時30分ごろ、同29日午後4時30分ごろ、にインスタグラムで日本人女性と結婚したことを発表。この日は、至って普通の人です。初めて会ったのは3、4年前。一緒にいて楽しい、などと妻の一部詳細を明かした。大家の結婚を受け、関係者からも驚きの声が多く上がった。ド軍のロバーツ監督は、妻から今朝、このことを聞いたよ、とびっくりした表情を浮かべ、まず最初に、私もみんなと同様驚いたよ。とても喜ばしいことだ。結婚祝いのプレゼントは、発表がサプライズだったので考える時間がなかったが、笑い、何かいいものを考える、と祝福した。結婚に関するアドバイスについては、いや、まだしていないよ。これからあるかもしれないけれど、今の時点ではない、と説明した。